私たち京都大学のアイドルコピーダンスサークル夢見坂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと何を話したらいいかな。じゃあ先にもう自己紹介しちゃおうか。はい、じゃあ、左側から自己紹介を簡単にしてもらおうと思います。夢見坂3期生オレンジ担当のミョンです。よろしくお願いします。よいしょ。夢見坂 2.5 期生白色担当のアスカです。よろしくお願いします。アスカちゃん。夢見坂2期生紫担当のマリンです。よろしくお願いします。はい、そして夢見坂1期生リーダーの緑色担当もじゃです。お願いします。今日はちょっとね、いつもと少ないんですけど、この いつもより少ないんですけどこの4人でやっていきたいなと思っていますので、最後まで楽しんでいってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。
改めて夢見坂です。どうしよう、先に自己紹介しちゃったから。あ、そうだ、今日実はこの衣装なんですけど、あのいつもと違うメンバーカラーをみんな着てて、なんて言うんやっけこういうの、カラーチェンジ。カラーチェンジの衣装になってます。でね、いつも左、右からステージ左からいつもは白、オレンジ、紫、緑なんですけど、今日全然違うね。みんななんか可愛い感じの色を着ています。でこの色なんか阿弥陀くじ、 LINE の LINE 阿弥陀で決めたんですけど、ちょっとなんか一人その阿弥陀くじで決めた時にめちゃくちゃ嫌がってる子がいて、でまあその子にちょっとね、着てみて、実際に着てみてどうだったかなっていう感想を聞いてもらいたいと思います。私普段は紫担当で、なんか今日黄色着てるんですけど、もうなんかいつもと全然、なんて言ったらいい、紫と黄色って全然真逆じゃないですか。でもなんかもともと黄色担当の子がもうすごいなんか元気な子で、私なんかそんなそこまでなんか元気っていう感じでもないんで、めっちゃ嫌やったんですけど、なんか今日一日黄色担当っぽく頑張れたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、ということなのでね、今日は多分いつもの100倍ぐらい元気にやってくれると思いますので、そこも注目して見てもらえたらなと思います。衣装のことをちらっと触れたんですけど、実は今日着てる衣装がこの上につけてる、なんていうの、サンタケープが去年の冬予選で着た衣装で、この下に着てる、ちょっと身についそうは見せ方がちょっと和服っぽい衣装が今年の冬予選で着た衣装になります。ということでね、ちょっとこのフレッシュな2人に今回の冬予選についてなんか聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか、何かありますか。どう、冬予選はすごく緊張しました。先輩の卒業だったので、先輩の最後の冬予選だったので緊張したんですけど、
3曲目に乃木坂46のきっかけっていう曲をやって、結構エモーショナルな曲なんですけど、それが今の夢見坂にぴったりで、結構感情移入しながら踊りました。それが思い出です。すごいいいこと言いますね、さすが賢い。はい、ちょっとこの後に言うの嫌なんですけど、あの11月あ冬予選の前の11月 の、 あのイベントの時に、あの冬予選でやった4曲目の誰よりも高く飛べっていう曲をやった時に、あのペンライトをあの壊しちゃって、踊りながらちょっとあのテンション上がっちゃって、であの冬予選の時もあのテープぐるぐるに巻いて飛ばないようにしたんですけど、あのそれを壊さないかが心配だったんですけど、壊れなくてよかったです。かわいい、めちゃくちゃかわいい感想でしたね。まあこんな感じで、なんか喋りますか。あ、いいみたいです。まあ、こんな感じでね、結構冬予選前はまあんなんて言うんだろう、んいっぱい練習してなんかいろいろあったんですけど、今こうやってね楽しく踊れてよかったなと思います。冬予選本当にたくさんの応援ありがとうございました。ありがとうございます。で 私とマリンとあとの4回生はもう大会に出ることできないんですけど、この2人はね来年からもまだ続けてくれるみたいなので、よかったら引き続き応援してもらえると嬉しいです。お願いします。なんかちょっとしんみりしちゃったんですけど、ちょっとまだ曲が何曲かあって、こっから先が結構一緒に踊って楽しめる曲が多くなってるので、よかったら、ね、今後ろの方で跳ねてる方いっぱいいるんですけど、一緒に踊ってもらえたらなと思います。じゃあ最後まで、声は出せないんですけど一緒に楽しんでいってください。Thank you.